ゲームは中盤に入ったばかりです。もう間違いなくこれブルペンはフル回転状態ですからね。そうですね。バッターボックスには飯山が入ります。もう投げるピッチャー投げるピッチャーはもう自分の仕事をきっちりこなしていくしかないですよね、こうなってしまうとね、はい。マウンド上は2番手の西川、2年目のピッチャーです。スクイズした、バックホームはセーフ、1塁に送る、1塁はアウト、飯山に初球スクイズすごい手堅いですね。4点目を取りましたファイターズ。 まさか変わりっぱなの初球から来るとはね、4点目をスクイズで取ってきました飯山、しっかり決めています。バッテリーとしてはね、またノーマークにしてないとは思うんですけどね、変わりっぱなの初球でなかなかね外しに行くことはなかなか難しいですからね。そうですね、まあ、西川も懸命にキャッチャーにトスしたんですが、陽の足が速かった、一塁はアウトになっています。まあ、ツーベースの後ノーアウト二塁から送りバントと、そしてスクイズで1点取ってきました梨田采配です。